餃子の餃子。どうも、森三中です。今日は餃子を100個食べよう。こちらの餃子は鹿児島テレビのロケに行った時に食べた丸千餃子さんの餃子です。いやそれは大島さんがお取り寄せして、はい、お取り寄せしたら皆さんで食べてくださいって言って送ってくださいました。料理くれました。ありがとうございます。嬉しい。こっちが普通で、こっちがレモンです。100個いける？バンバン焼いてこうよ。もういきましょう。ペロリですよ。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。じゃあレッツスタート。並べろ並べろ並べろ走れ移動しろ最後すくうところの枠残しといてくれよ。いけるだろう。確かに。いっちゃおう。パンパンに茎パンパンに茎パンパンに茎。あ、逆の方がいかんかった。はい、いきます。はい、せーの。おー、いきます。いい、いいよ。いいじゃん。いいよ。すごくいいじゃん。あ、いいじゃない。それで大丈夫、ね、ということで、はい、第1弾焼き上がりました。焦げちゃったけど、うん、24。はい、24。一緒に8個食べていいってことじゃ。そうだね。いただきます。いただきます。いただきます。ちょ、塩でいこうかな。こっちの焦げてないところいただいて、塩でいこうかな。塩酢、酢だな。いただきます。このタレがあるからね。ね、このタレがついてたから。軽いんだよね。ほんと美味しいよね。軽い。うん、おかしいだよ。うん、うまっ。なんともない。マジで食欲やばいんだけど、どうしよう。変わってないの？なんかお正月から。正月もさ、ロシアの餅一気に5個食ったのよ。おお、すごいね。お雑煮？普通に焼いて食べただけ？いろんな餅を食べた。納豆、醤油と海苔、きな粉。おお、ふかしたやつをもち米を入れるわけじゃん、うん、で、ちょっと混ぜたぐらいで食べるのがめっちゃうまいの。お、そうなんだ。ちょっと米が残ってんの。あ、ちょっと、うん、なるほどね。つぶつぶっとしてる感じ。ぐるん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 回ってるとこ、こうやって食べるね、こうやって。今これ開けるってことかな。ぐるん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 。今日食べようと思ってさ、豆もちを置いといたの家に、そしたらさ、3日で食べちゃった。食べたい。そっか、添加物入ってるから。何にも入ってる。もったいない。でも食べれなかったってことでしょ。最悪だよ。もったいないね。それはやっちゃった。やっちゃって。そっか、全然腹減ってるよね。うん、何これ。何、おにぎりも食べたけどね。おにぎり起爆剤みたいなさ。余計腹減っちゃうね。助走をつけるみたいなこともね。おさんは正月なんかいっぱい食べた？お正月はね、北海道に行ってたので最高ラーメンと、あとやってんな。おい、ジンギスカンだね。ジンギスカン。ちょっと太ったの、ね、食べたもん。いいよ、結構。私も4キロぐらい。でもさ、ほんと、胃袋がやっぱさ、若い時の胃袋じゃないからさ、もう違ってんだよ。いや、ほんとに普通の OL かよっていうぐらいになっちゃってんの。なんか寂しいよ。なん普通の OL さんとは違うと思うよ。 OL さんもさっきので終わりだもん。だってそっか、もう一回待ってんじゃん。そっか、全然だと思うよ。でも今はね、子供が2人並んで1個のジンギスカンを焼いてる。子供たちすごいじゃん。子供たちだけで。そう、すごいね。で、子供たちだけで7皿ぐらい食べてた。へえ。ここのね、お娘さんはほらちゃんと運動するからね。運動というか走ったりするからね。あ、まあそうね、体型はね、そんなに、うん、そうそう気にしてないけど。 あちらはシティボーイだから。シティボーイです。でも太ってないでしょ。ちょっとお腹出てきちゃいましたね。ほんと、Fが。お正月で食べ物に興味ないFがお腹出てきて、うん、もうスクワットやってました。自分から、うん、太りたくねえって、うん、やばいと思ったんだ。で、自分の体型結構気にするタイプなんでね、ちょっとこう、こっち側にね、ぽっちゃり系やっぱ分かってんだ。こうはなりたくないなみたいな。でもぽっちゃりの人が好きみたい。
あー、そうなんだ。全然だよ。好みは、あの、大きい人がいいんだって。俺、お風呂先に上がるわって言われて、あ、入ってたんだ。俺、お風呂先に上がるわって言って、何すんのって言ったら、スクワットと腹筋って言って。すごいね。逆の方がいいけどね。そうなんだ。汗かいてからね、お風呂入った方がね。だからパンツいっちゃってやった。で、風呂出たらやってたら、こうやって。あ、ほんとやってんだ。すげえ。いくよ、いくよ、せーの、よいしょ、よいしょ、来ました。うわ、いい感じ、すごい。よいしょ、二皿目、はい、いくよ、いただきます。忘れないでしょ、一列ずつね。これでも一人でさ、ドンって来たら食べれなかったりするじゃん。不思議だよね、人がいね。あいつよりも多く食べよう。そうそうそうって思うと腹は減ってくるよね。3人でいるとやっぱりさ、食欲湧くよね。湧く。なんだ、不思議だよね。でもさ、大人でこんなにさ、どうぞどうぞって言わなくてもいい関係ってすごくない？私、やっぱ他でできないもん。できないよ。いいよ、食べなよ、食べなよって。世間体気にしちゃうもん。するよ。子供たちが行ったらやっぱ譲らなきゃいけないしね。うん、そうそうそう、家でもね、うん。ここは譲らなくていい世界だから。うん、ね。あ、もうじゃん。行くよ、私。言わないとそれ。だから2。2ね、ここ2ね、1個目いくよ、2の1個目、2の1個目いきます、はい、言わないとって、言わないと数えてたけど、ちゃんとでも言わない、内緒ではいかないよ。第3弾いきます、せーの、ジューいいですよ、いいね、いいです。じゃあもらいます、お願いします。お、すごいすごい、ペロンとしてる、ちょっとペロンとしてる、おいね、お、いいじゃん。えい、注射しちゃいけないんだ。よし、イエーイ。餃子の餃子、いただきます。これ柔らかくなってる。あ、柔らかい。ちょっと、あ、柔らかい。カリッと感が、レモンは違うのかな。ちょっと違うかもしれない。あ、皮が違ったりとかするの、うん、もしかしてね。いただきます。あ、あ、さっぱり。あ、レモンだ。レモン美味しい。美味しいね。レモンピールが入ってね、ちょっと。結構ね。さっぱりすんね。これまたさっぱりしてるからさ。やばいよ、食べちゃう。そうそうそう。どんな感じ？溜まってきてる？何割かっつったら、うん、8割。まあ15割は食べる。あの、10割でちゃんと言ってこないと分かんないんだけどさ、半分じゃねえか。お腹いっぱいだなと思ってから強い、強い、強い、そう、確かに10の先があるからね、このソース。それでは、第4弾、はい、せーの、わー、はい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 、はい、やってたよ、いただきます、いただきます。お腹いっぱい、おー、ほんと、ちょっとやっぱこう時間空いちゃうと来るよね。うん。私一人でランチ火鍋行っちゃった。それ一人用鍋があるところ？違う。二人前からとかじゃないんだ。テンションフェミニー。うわー、すごい。テンションフェミニー一人で行ったの？うん。すごいでしょ。うん。どうしても食べたくて、うん、どうしてもあの汁が飲みたくて、うん、いっちゃった。いっちゃうよ、最後一人で行ったのはやべえな。やばいっすよ。何人前食べたら、2人前からでしょ。2人前だろうね。なんともなかったよ。贅沢だね、あれ一人で食えるでしょ。すごいすごい。体が欲してたの、あれが、あれしか食べたくないっていう日があった。お一人様ですかって聞かれた。一人ですって言ったら、はい、こちらどうぞ。めちゃくちゃでかいテーブルに通されて、あの個室みたいなところ。違う、全体の、全体の中のでかいテーブルに一人で座って食べたの。やだ。そうでしょ。うまいよな、あのスープ。うまいね、しみるんだよ、はい、おる。あー、食べちゃった。じゃあ黒沢さん30のうちら33、33だ。美味しかった、美味しかった。100個食べました。
96個。そう。4つ。クニさん食べます。はい。美味しかった。いやー、食べた。餃子でね、ちゃんと胃袋満たされましたよ。うん、サイズがね、ちょうど薄い。そう、皮も薄いし、食べ応えがね、そう、軽かったから、うん。最高でした。よかった、美味しかった。無線餃子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。以上、森さん中でした。今日は、餃子でした。